8番本遊杭、19番手7番アイダレン、20番手22番金本ルカ、21番手74番近藤和也、以上の21台です。ゆっくりとしたローリングが最終コーナーへと差し掛かっています。最終コーナーから立ち上がってきます。あっと、これはフロントローにいました松澤亮介が立ち上がりかぶってしまいまして、スタートはディレイドです。なんとセカンドスタート松澤亮介、これは無理だ、ストレートの途中で止まってしまいまして、1コーナーのイン側へと進んでいるんですが、これちょっと危ないんで、アウトの方へ、ピットの方に戻ってください。松澤選手、さあ今オフィシャルの誘導に従ってピットの方に戻りました。さあこれでセカンドグリッド不在になります。あと先ほどちょっと遅れてポジションに戻れなかったドライバーがいるのではないかということなんですけれども、こちらが戻れるということですね。さあ、あら、アイダレン選手のポジションがちょっと違うようなんですが、アイダレン選手は39番の後ろにいないといけないんですけど、ちょっとポジションが違いますね。本人気がついてないですね、多分ね。最終コーナーから立ち上がってきます。松澤亮介選手はコースに戻りましたので、スタートは切れそうなんですが、さあここでスタート行くかどうか。スタート切られました。スタート、新見康介いいスタートだ。おお、平響がいきなり仕掛けていくか。2コーナーどうだ。これは新見が前、2番手に平響というオーダーとなりました。3番手にはおピタッとつけて、お4番手森山統生を先頭に、中盤から後半4台のクラッシュとなりました。1台今最初に止まってしまったドライバーにガンガンと当たって3台が巻き込まれる形となった。あ、今最初に止まったドライバー、あ、奥住自衛か。あのカラーリング、奥住自衛がちょっと苦しそうだ。あのカラーリングは奥住っぽい、最初にスピンを喫してしまったドライバーですが、さあそれに巻き込まれた三井祐介は今再スタートを切っています。奥住自衛大丈夫か。ホームストレートからトップは2周目に入っていきます。トップは新見、2番手以降がバトルが8台になっています。2番手争い8台、2番手にはカーナンバー32番の下野理央が上がってきている。3番手に平響、4番手これはカーナンバー12番高口でしょうか、それとも浜田でしょうか。タコツボから立ち上がってまいります。4番手にはカーナンバーが13番ですね。カーナンバー13番白石です。5番手には森山統生、6番手ホームストレート立ち上がってまいります。カーナンバー68番 FA のカラーリングは川蔵、その後ろに高口大輔、大草陸、単独で淵田、石崎と続いて、さらにその後ろ11番手争いが、ここが6台のバトルになっています。トップ集団膨れ上がっています。さあ、6コーナーのところでは2台が止まってしまいました。さあかなり激しいバトルが続いています。各所でバトルが起きているジュニアマックス。さあ4番手争いも今またお団子になってきた。サイドバイサイド一触即発です。スターティンググリッドからはもう変わりまくっていて、スターティングオーダーがほとんど役に立たないような状態。そんな中で新見、平、さらに下野、この3台は比較的安定した感じでトップ3をキープしています。4番手以降ですね、白石、森山、高口、川蔵、そしてその後ろがこれは淵田和樹です。淵田和樹が大草陸をかわしましてワンポジションを上げました。その後ろに大草陸、
そして石崎ですね、10番手に石崎、こちらは単独バックストレートエンド帰ってくると4周終了ということになります。12周の予選ヒートです。予選ヒート周回が一番長いのがこのクラスとなっている。ホームストレート新見康介の後ろから平響迫っていく、トップ2入れ替わるか、平インサイドキープ、2コーナーから3コーナー、平響トップに浮上。2番手新見は一気に返してくるか、おお、かなりハードなブレーキングです。3番手下野里央はその様子を見ながらイン側のラインを取って立ち上がってきます。4番手には後ろの集団から抜け出した白石です。さあ2番手3番手入れ替わる、下野里央タコツボで前に出ていきました。下野2番手浮上、そしてそのままイン側を守っていきます。下野里央2番手、開幕戦のウィナーですよね、下野里央。その時はポールトゥーウィンでした。さあこれで平響がトップ、今シーズンまだこの水波では優勝がありません。平響2番手には開幕戦のウィンナー下野里央、3番手にはカーナンバー8番の新見康介は前回第3位、さあインサイド飛び込んでいく、2番手3番手争いやり合っていると、4番手白石がじわじわっと近づいてくる。白石も最近調子を上げている。2番手3番手4番手争いが三つどもえになった。バックストレート、うお、お互いイン側のラインぴったりつけて白石が飛び込んだ、白石が飛び込みまして3番手に浮上。ここで新見康介をかわします。5番手にはカーナンバー12番の高口、6番手に森山、7番手に川尾、少し離れまして8番手に淵田、9番手大草、10番手単独で石崎、変わりません。11番手には金本、12番手には浜田と水野のバトルです。2番手争いはタコツボへと向かっています。6周終了、7周目です。予選はここで折り返し、2番手争いはまだ落ち着いていない。下野里央後ろを振り返る、白石正則がぴったりつけている。ソブラの白石非常にペースがいい、下野の後ろをつけていく。しかし新見康介もまた追いついてまいりまして、まさに三つどもえとなっています。2番手争いです。その後ろでやり合いやり合いと思っているのが高口。さあ2番手争い、飛び込んだ白石、2番手から2コーナーから3コーナー横並び、下野里央も譲らない譲らない、ヘアピン、あー、なんと2番手争いの3台、下野里央と白石正則接触、新見康介煽りを食ってしまいました。横並びからのブレーキング勝負で2台ブレーク、下野はまだ再スタートできません。トップはこれで平響単独、2番手には先ほどまで5番手を走っていました高口大輔が上がります。3番手にはこれで川尾ですね、川尾もついにこんなとこまで上がってくるぐらい実力をつけてきたでしょうか。4番手には森山統生、5番手に淵田、6番手に大草陸、サバイバル戦になっています。ジュニアマックスかなり激しい、このバトルを避けるようにトップを快走していますのはスクーデリア沖縄、平響、今年こそという気合に満ちています平響です。この本州の暑さは台風が接近している沖縄よりもじりじりと暑いんじゃないでしょうか。平響、沖縄県から本州のレースに出てくるドライバーがなかなかいなかった中で先鞭をつけるかのようにフル参戦をしてきているのがこのドライバーです。九州終了、残り周回数は3周です。今バトルをしているのは7番手争い、石崎と一旦ドロップした新見康介、サイドバイサイドで2コーナー入っていく、新見康介前に出てまいりました。これで7番手に浮上です。新見7番手から、しかし前とは少しタイムギャップがある、一時はトップを走っていたポールスタートだった新見康介、新見と下野とそしてもう一台バトルに巻き込まれてしまったので
後ろからの追い上げという形になりました。最終コーナーから立ち上がってまいります。ホームストレート、残り周回数は2周です。上げていけ上げていけというメカニックからの指示が飛ぶ。今上位陣で今すぐ入れ替わりというところはないのですが、さっき新見と下野ともう1台というこの白石が11番手から前を追ってますね。ヘアピンのところ立ち上がってきます。金本ルカをテールトゥーノーズに捉えました。タコツボで入るでしょう。入った白石正則、こちらも前方にいる新見康介とともに怒涛の追い上げとなっています。白石正則10番手に浮上です。最終コーナーから立ち上がってきます。これがファイナルラップ、カーナンバー35番、トップ平、2番手高口。高口大輔も今シーズン開幕戦は第3位、第2戦ではポールトゥーウィンを決めたドライバーです。3番手には川蔵。さあ長年日本のレースに参戦をしておりますが、まだ表彰台というのは私あまり覚えがありません。川蔵ついについに来るんでしょうか。中国からのエントリー、ティームグローバル、14歳のドライバーです。その後ろからはこちらも今シーズンまだ思うように結果が残せていない森山統制。チェッカードフラッグは用意されます。トップ4はこのようなラインナップとなりました。5番手には41番淵田和樹、6番手に大草陸、7番手に新見康介、ここまで上がりました。8番手石崎、9番手浜田、10番手に白石、以上がトップ10です。さあこのレースは結構検証がありそうですね。ジュニアマックス、なかなかのサバイバル戦となりました。止まってしまったドライバーの、ね、怪我がちょっと心配なんですけれども、大丈夫でしょうか。奥住自衛がヘアピンのところで止まっておりますけれども、ちょっと心配です。あともう一人ね、スタートできませんでした松沢亮介もまた戻ってきてもらいたいと思います。以上ジュニアマックスクラスの予選ヒートでした。続いては最速 KZ です。